こんにちは、篠田敦史です。ハミです。はい、久しぶりです。今回もやります。ハミです。今日はちょっと、今度はもっと根本的なところ、はい、ジャズについてちょっと、本当にもうジャズ弱者だと思っていたんですけど、そもそもなんでジャズピアニストになったの？ピアノは習ってた昔から、そう、幼稚園ぐらいから。それでも普通のいわゆるバイオリンみたいなやつ、ね、そう中学入った団体であんま好きじゃなかったからピアノやめたのそうピアノ好きじゃなかったから中学2年生の時に音楽のクラスでその音楽の先生が特別クラスみたいのでさ、クラスにそのジャズのピアノトリオ、ピアノトリオっていうのはピアノ、コントラバス、ドラムの3人組のことを、まあ、でそれがやってきたやってきて、でそんなことあった、あのさ、選択だったじゃん、図工っていうんだけど、そう、美術、絶対美術だったでしょ、絶対美術だったで、その時も音楽を選んだ理由は、例えば美術だったら作品仕上げないとさ、終わらないじゃん、そう、受動的に椅子に座って終わる45分耐えたらいや、もう淳らしい考えから終わると思ってた。まさかそれがじゃあ自分の運命を変えることになるのか、思わなかったけど、でも明確にその45分というかその日が明確に境目、これは稲妻が走った。うん、はあ、何が格好だったの？あの、衝撃だったのはジャズって即興演奏をするのね、曲は弾くんだけどその曲を元に膨らませて結構長いこと演奏、1曲をするで、初めてそれを見た時に、まあ、当然彼らでやった時に紙1枚だけしか見てなかったのに5、6分演奏してて、まず何してんのか分かんなかった。で、それをこれが即興演奏をしてたんですよっていう説明にまずすごくびっくりした。それは後ほど言われたわけ、その時にちょっと解説してくれた。そんなのって即興で今思いついてやってたんですよ。そうみたいなのに、そう、でそれでもう一回習い始めたの。高校に入って、その中学の時は部活やってたから、それまでは我慢っていうか部活対象なんで、その時にはもうね、部活に対する興味もすごい早い段階で、まあ、親が捨てて、もうしょうがなく惰性でやってたんですよ。剣道部ね、剣道部もすごい早い段階で惰性で連動ことをやってたやってたからだって自分の意思で部活選ぶそれじゃあ中学校はまあ頑張って、中学校はなんて、はい、やってないといけないからね、まあ、そう強制だったでしょ、何かしらには入らないで、で高校になって帰宅部になって、で外で時間ができたから、そうで習い始めた。今まで習ってたピアノ先生と別のジャズの、ジャズの先生になり始めた。最初はだからもうどうしていいか分かんないから、ヤマハ、あ、じゃあもうまさに今みたいな感じ、あ、そうそう、今自分が教室で教えてるみたいな、いろんな先生に教わったの？そうで大学入るまではその先生について、で大学にも受かったし、でさ、ジャズってさ、その定義があるの？ジャズないと思うけど、それこそよく、まあ、生徒とかには言うけど、音楽を作るプロセスそのものがジャズであって、この音を弾いたらジャズになるだとか、このリズムを使えばジャズになるだとかは全く関係ない。ではないと。1分音楽を作るのにクラシックの作曲家が3ヶ月かけるかもしれないけど、1分の音楽を1分で作るのがジャズだから、そのやっぱライブミュージックであることがジャズは、とてもその瞬間瞬間で自分もどうするか分かんないから、それってじゃあ、あの、でもある程度は決めとくんでしょ、こういう風にしようって。そうだね、大まかな方向性はなんとなくは見えてると思うけど、山の絵を描いてくださいって言われた時にさ、山描くことは決まってるけどさ、それが秋の山なのかさ、はその場で決めちゃう。なるほど、山描くことだけは一応決まってる。なるほど、課題は出てる。鳥が飛んでるかとか、そう、そこは描くけど、その鳥がさ、どんな鳥かはさ、その場で決めてるの、毎回。で、例えばじゃあそこにいろんな人が入ってくるでしょ、ピアノ以外ドラムとか、ベースが入ってきた時も、その人がどうやるかによって、じゃあ俺はこれをこうしようって、みんなでじゃあ鳥の絵を描きましょうって言って、俺が取り返したら下で山描き始めたやつがいるとか、なるほど、あ、山そうやって描くんだったらこう描かないとなっていうのがあるのか、とかいうふうにリアルタイムで1個の絵を違う部分を担当しながら他の人見ながらやっていかないといけない、あー、動くみたいな。じゃあもう基本的にそれめちゃくちゃ良かったっていうのがあったとしても、もう一回それをやりましょうは基本的にはできない。なるほどね。じゃあやっぱりジャズを体感するとなるとライブが一番。俺が CD 聴くのは、その聴きたい人が遠くにいるとか死んでるとか、しか、いや、聴けるなら目の前にいるんだと絶対行く、絶対行く。で、今の現代の日本においてね、ジャズに触れる機会ってファミはもうディズニーシーでしかない。ディズニーシーは、ね、まあ、基本的に、もちろん行く回によってそれは違うんだけれども、基本的には CD 音源というような感じなわけよ。てか、どうなの、日本においてジャズってまだまだ発展途上のものなの？もう結構メジャーなものなの？多分流行ってない的ないみたいな。そうかな、流行ってはないね流行ってはないのか。流行ってないね。流行ってほしいよね。もちろん
自分が中学生の時に初めて聞いて、前何の知識もなくめちゃめちゃハマったってことは、ポテンシャルそのものはあるはずだよね。仮にそれがそのクラスに40人だとして、40分の1だとしても、うん、1が響いたとしたらかなりいい打率だから。そうだよね、うん、ポテンシャルあるはずだから、うん、その機会さえたまたま、そう、自分はその機会があったからあれだけど、みんなはやっぱなかった、うん、美術取ったらなかったでしょ。そうそう、だから運もあったんだけど、機会があればもうちょっといい立ち位置。じゃあ何がダメで、何ダメって言い方あれだけど、うん、もっと本当だったら有名でみんなからあれできるはずなのに、うん、なんでそんな違う。自分のもただの一個人意見としてだけれども、こう CD 売るとかさ、なった時にさ、いろんな音楽家じゃない人も絡むしさ、ね、例えばレコード会社とかみんな家族もいるしさ、うん、養うんだけど、ね、マーケティングの話になる。そう、みんな目先のお金、今売れるものを作ろうとしてて、うん、その、でも分かりやすいものが悪いわけじゃないんだけど、今売れるものだけに固執して、なるほど、でそうするとそれを聞いて育つ世代がいるわけでしょ、うん、聞く側の耳がそれを基準になって、じゃあもっと分かりやすい、彼らももっと分かりやすいものと思ってて、どんどんこう劣化コピーみたいな、コピーしたものをコピーしてを続けちゃうから薄まってっちゃうのか。そう、長い目で見た時に負のスパイラルになって、音楽そのものへの興味が薄まっちゃう。そう、娯楽ってもう音楽以外にたくさんあるから、そうだよね、いい映画見れるじゃない。そうだね、いい音楽聴く機会って少ないもんね。てか情報が入ってこなくなるね、ない CM でさ、ゴールデンの時間にテレビ CM で流されるかって言って、そうだね、流されないでしょ。そうだね、チャンスはあるはずなんだけど、結局お金を動かさなきゃいけないことだけで音楽業界は自分で墓穴掘ってるんじゃないかなって。聞く人が育って、将来のお客さんを作るっていう長い目ことができてないように感じてる、やってる、その演奏者として、うんうんうん、演奏者としてそう思う機会がある。もしかしたら今レコード会社に勤めてるあなたはいいかもしれないけど、その下の世代はもっと辛い。でも自分がいいっていうその気持ちも悪くない、悪くないんだよね、おかしくないんだよ別に。もちろんね、自分の家族を一番に幸せにしたいからさ、おかしくないんだけど、そのファミのようなジャズ弱者がジャズに触れるには何をどうしたら、どこに行けばまずジャズで聴けるの。個人的なおすすめは、大きいフェスみたいのがあるときに入り口が低い、例えばフェスとかだと本当にすごい人は大きいホールとか室内で有料で演奏してるけど、その外とかでも結構演奏とかしてるから、まずハードルが低いで、外だからいろんなギャラリーもいるし、それさ、フェスみたいなのでジャズの人もいるんだよ。ジャズフェスがあるから。え、ジャズフェスってのあんの？東京で大きいのはさ、東京ジャズって毎年夏、8月の終わりとか9月、そんなのやってる。今年は5月、6月とか早い時期にあるって聞いたけど。どこでやってる？今はね、渋谷のさ、あの NHK ホール、俺去年行ったよ。 NHK ホールでフェスをやってるの？うん、だってあれ1個しかないじゃん。その周りのスペースで、あの公園みたいなとこあるじゃん、あそこにいっぱい、いステージいっぱい作って出店っていうか作って、俺も一昨年その外のステージ出てたよ。それ初めて聞いたね。前はね、有楽町のさ、国際フォーラム、有楽町の時は、ね、そう、あそこで東京ジャズやってて、とりあえず室内じゃないから見て、つまんねえなと思ったらすぐ離れられるんだから、ちょっとどんな感じなのか雰囲気が分かる。うん、じゃあ別に気取ってるバーとか行って、うん、もう音立てちゃいけないとか。気取ってるバーがね、あんまりないし、あんま気取れてないもんね。ルパン三世みたいなのあんまない、うん、カランとか恥ずかしくできない。恥ずかしくてそんなのまん丸いツヤツヤの氷が入ってるようなウイスキーを飲みながらではない。ない。あ、そう、赤いシルクを着た人が歌ってるとかではない。ない、ない。いや、探せば言ってるかもしれないけど逆にあれに憧れてるんだったらそういうとこ探さないからね。あ、そう、うん、じゃあ単体に簡単にジャズってものに触れたいのであれば、まずはフェスとかに行くのがおすすめ。フェスはおすすめ。